ザベンチャーズ、ザベンチャーズ、ザベンチャーズはアメリカ合衆国のインストゥルメンタルバンド。1959年にドン・ウィルソンとボブ・ボーグルにより結成され、メンバーチェンジを繰り返しつつ、現在も活動中である。故郷アメリカではサーフギターサウンドの元祖とされ、また日本においてはビートルズと並び、後の日本のポップスやロックに多大な影響を与えたバンドとされている。 2008年にはロックの殿堂入りを果たした。代表曲には、急がば回れ、ウォークドントラン、ダイヤモンドヘッド、十番街の殺人、パイプライン、ワイプアウト、朝日のあたえ、キャラバン、ハワイファイブオーなど、多数の他のミュージシャンの作曲家の曲を中心とした楽曲が有名である。ベンチャーズは他の楽曲を演奏することをカバーとは呼んでいない。 1959年、ドン・ウィルソンとボブ・ボーグルのギタリスト二人により結成。結成時は、ジ・インパクツを経て、バーサ・トーンズと名乗っていたが、すでに使われていたため、ドンの母親であるジョシーからの提案によって、ザ・ベンチャーズと名乗るようになる。当初の演奏スタイルは、リードギターとリズムギターを曲によって、交代するターディオで、ドラム、ベースなどはいなかった。結成前、ドンは、 自動車のセールスマン、ボブは昼間に建築業をしていた。ボブが、ドンに仕事を紹介し、一緒に仕事をするようになり、夜にはナイトクラブに出演して、キャリアを積み、音楽関係の人脈を築き上げていく。またこの頃からすでにフェンダー社製のストラトキャスター、ジャズマスターを、主に使用していた。後に、ベーシストに、ノーキー・エドワーズ、ドラマーに、ジョージ・バビットをメンバーとして迎え入れた。 しかし、ジョージは、当時未成年で、ナイトクラブでの演奏が許可されずデビュー前に脱退し、公認として、ホーイ・ジョンソンが加入する。デビュー曲は、ブルーホライズンからリリースした、ザリアル・マッコイ、クッキーズ・コークである。続く1960年発売の、急がば回れ、ウォークドントランデドラムは、スキップ・ムーアというクラブミュージシャンが担当し、ノーキーがベースを弾いている。 地元シアトルのラジオ局がニュース番組のテーマ曲として起用したことから火がつき、米メジャーデビューを果たす。芝叩く間にビルボード氏のシングルチャート第2位を記録した。磯川回れ、ウォークドンとランはメジャーレーベルのドルトンレコードから再発売されている。1962年、ホーイ・ジョンソンが交通事故に遭い、後遺症が残ったことからツアー動向が難しくなったため、 脊椎損傷が原因と言われている、ジョンソンの脱退後、公認ドラマーにメル・テイラーを迎えた。1960年代前世紀の4人が揃うことになる。また、メルの加入以前にリードギター担当がボブからノーキーに交代しており、それは元バック・オーエスのバンドメンバーとして、すでにギタリストとしてのスタイルを完成させていたノーキーに任せた方が、 バンドの将来にもいいだろうとのボブの判断による交代でボブ自身もベースの楽しさ自由さに改眼したことも理由に挙げていた。ノーキーも後のインタビューでボブがリードギターを担当しているのはせいぜい数曲だろうと発言している。またスタジオミュージシャン時代のレオン・ラッセルもレコーディングに参加しテルスターでオルガンを朝日の当たる家ではオルガンソロを10番街の殺人では サックスソロ、アルトサックスの音を、レズリースピーカーから出す手法を演奏した。この時期、ドラマーのメル・テイラーは、ハーブ・アルパートとティファナ・ブラスのシグル曲、悲しき闘牛、ザ・ロンディ・ブルに参加している。セッションドラマーのハル・ブレインは、自分が演奏したと自伝の中で主張しているが、それは、同タイトルのアルバムのことである。初来日は1962年5月。 ドンとボブの二人は、オーストラリアやニュージーランド、アメリカ、香港、フィリピンをツアーした後に来日し、東芝音楽工業、後に東芝 EMI のイベントに参加した。ウッドベースとドラムは日本人が担当し、ボブの階層によると、別に悪いミュージシャンではなかったが、BE との感覚が違っていたと語っている。米軍基地への異問なども行った記録が残っている。 同時に来日したのは、ボビー・ビー、後に、共作のアルバムをリリースする、ジョー・アン・キャンベルであった。ベンチャーズが、日本で人気が出たのは2回目の来日。1965年1月、アストロノウツなどとのパッケージツアーで、ドン、ボブ、ノーキー、メルの4人で行った日本公演からであった。彼らは専用ギターである、モズライトのギターを真空管アンプにプラグインする。 ことによって生み出される、ラウドかつ強烈なサウンドで、たちまち日本の若者たちを虜にし、日本において、一概エレキブームを巻き起こした。特に、ベンチャー歌謡という名称で知られる、泉雅子、山内県の、二人の銀座、渚優子、京都の恋、王洋フィフィ、雨の御堂筋、渚優子、京都墓場などは、ベンチャーズの曲である。京都墓場は日本語で歌うことを前提として、 作曲されている。1966年には、香山雄三の君といつまでものカバーを日本で発表してヒットしたことをきっかけに、そして1968年にノーキー・エドワーズが一度脱退し、公認ギタリストにジェリー・マギーの加入後は1960年代後半から1970年代前半にかけて日本を意識した曲を作るようになり、 日本の作詞家が歌詞をつけて発表されたのがきっかけで、歌謡曲の作曲家としても注目されるようになる。小四字吹雪のために書いた、銀座の夜景をイメージした、銀座ライツが、二人の銀座、泉雅子山内健としてリリースされたのを皮切りに、北国の青い空、奥村千代、ジェリーが携わった、京都の恋、京都墓上、渚優さゆ子、雨の御堂筋。 オ王洋フィーフィなどの歌謡曲を送り出し、それらはベンチャーズ歌謡と呼ばれた。アメリカ人にこんな日本的な曲を書けるのかと当時の日本の音楽評論家たちをうならせた。特に京都の恋は1970年代12回日本レコード大正企画賞を受賞している。1972年にジェリー・マギーとメル・テイラーの脱退後、ノーキー・エドワーズが復帰し、 メルの公認には元シャンゴのジョー・バリルが加入した。脱退したジェリーとメルは、新たなバンド、メル・テイラーザ・ダイナミックスを結成し、2005年より、ベンチャーズの一員となったボブ・スポルディングも、同バンドにて、リズムギターを担当しおり、翌1973年に初来日を果たした。1978年にジョー・バリル脱退により、メル・テイラー ザダイナミックス解散を経て、メル・テイラーが復帰し、ドン、ボブ、ノーキー、メルの4人が再び勢揃いする。その後、ジェリー・マギーも復帰し、1984年にボブ・ボーグルが入院したため、その代役として、リードギタリストであるジェリーとノーキーが交互にツアーでベースを担当していた。その後、ノーキーがソロ活動等のために再び脱退し、以降はジェリーが リードギターに専念するようになる。1991年大晦日には、ドン、ボブ、ジェリー、メルの4人で第42回 NHK 紅白歌合戦に出場し、10番街の殺人、ダイヤモンドヘッド、パイプラインの3曲を演奏した。1996年夏の来日ツアー中に、メル・テイラーが体調を崩し、アメリカへ緊急帰国したが、それからわずか10日後に他界。 このメルの訃報を受け、公認には、彼の息子リオンテイラーの加入が決定した。以後、現在も在籍し、ドラマーとして活動を続けている。1998年赤坂ブリッツにて開催された永遠のギターキッズにて、香山雄三、ハイパーランチャーズ、ドクター、K プロジェクト、中、シゲと共演。ドン、ボブ、ノーキー、ジェリー、リオンが、 同じ舞台に立ち、歴史的共演を行った。1999年以降はジェリーが夏、ノーキーがスペシャルゲストとして、冬にそれぞれ日本公演でリードギターを演奏するようになり、ノーキーが来日ツアーを引退する2016年まで、ほぼ毎年夏季と冬季両方に来日していた。2004年、日米交流150周年記念外務大臣賞を受賞し、ドン・ボブ、 ノーキーが受賞式に参加。2005年にボブ・ボーグルが体調悪化によりツアー参加が難しくなったため、ボブ・スポルディング、元メル・テイラーザ・ダイナミックスのリズムギタリストがサポートメンバーとして加入した。2006年、彼らの最初の大ヒット曲である、急がば回れ、ウォークドンとランがグラミー賞の殿堂入りを果たし、2008年には、 ロックの殿堂入りを果たした。ドン、ノーキー、リオン、ボブスポルディング、ジョン・ダリル、ジェリー・マギーの代理として出席が、ニューヨーク・ウォルドルフ・アストリアテルで開催された受賞式に出演し、プレゼンターとして、ベンチャーズの影響を受けていたことを公言した、ジョン・フォガティが登場。フォガティの紹介に続いて、ベンチャーズが登場し、急がば回れ、ウォークドンとランを、基本編成の4人で、 ハワイファイブをブラスセクション付きで演奏した。2009年に結成50周年を迎え、同年6月14日にボブ・ボーグルが高い。以後はボブ・スポルディングが公認として正式メンバーとなった。2010年春の叙訓にてメンバーのうち5人が朝日賞受賞を受賞。2014年には結成55周年を迎えたが、翌2015年度の来日ツアーをもって、 結成メンバーであるドン・ウィルソンがツアーからの引退を正式に表明し、同年のツアー最終日において、2016年からドンに代わりボブ・スポルディングがリズムギターを担当し、ボブの息子であるイアン・スポルディングをベーシストに迎え、活動していくことが発表された。また、同年からボブとイアン・スポルディング親子に、リオン・テイラー、そして前年からベンチャーズのサポートメンバーとして、 アメリカ国内で活動していたベーシスト、ルーク・グリフィンによるニューバンド V-2 が活動を開始。2016年、前年のドン・ウィルソンのツアー引退に続き、ノーキー・エドワーズも自身の恒例と体力低下により、同年の来日ツアーが最後の来日となることを表明した。2017年8月の来日ツアー中にジェリー・マギーが入院。その連絡を受け、 V-2 のメンバーであるルーク・グリフィンが急遽来日し、ベースで7公演ほど残りの日本公演に初参加したことで、結成55周年ジャパンツアーを無事置いた。2018年にドン、ノーキーに続き、ジェリーも自身の高齢化のためツアー引退を発表。それに伴い、同年以降の来日公演は、昨年来日しジェリーの代わりに日本ツアーに、 初参加したベーシストのルークを正式メンバーに迎え、前述の通りである V-2 のメンバーによる新体制ベンチャーズとして7月より来日ツアーが新たに開始された。同年3月12日にノーキー・エドワーズが高い。2019年に結成60周年を迎えたが、同年10月12日にジェリー・マギーが日本で高い。後述。現在も 世界各国にファンがおり、ただし、シャドウズやビートルズを生んだイギリスや祖国アメリカではあまり多くないが、ジミー・ページ、ジョン・フォガティ、エアロ・スミスがベンチャーズをリスペクトしていることは有名。コピーバンドも多数存在する。特に日本では老若男女問わず存在し、さらには子供のコピーバンドまでいるほどである。これは日本との特別な関係や与えた影響という、 観点から日本の音楽史になくてはならない存在とされる。彼らがアメリカ本国で一番人気があったのは1960年代までだが日本では長く人気を保ち続けている。米国のバンドではあるもののインストゥルメンタルグループであり、言語の壁を乗り越えその明快な楽曲が受け入れられ、米国以上に日本のエレキギターブームやポップスシーンに影響を及ぼした。 日本で発表されたレコードなどの総売り上げは4000万枚を超える。現在も定期的に日本公演を行っている。ステージは二部構成のプログラム進行をとり、アンコールで必ずキャラバンが演奏される。さらに、長尺のドラムソロとドラムスティックでベースの弦を叩くパフォーマンスが行われる。旧メンバー、このか1970年代半ば頃には、 スーザン・シュレーバー、リーシャ、キャリー、ジョネル・カレンダーといった女性シンガーがツアーに参加したこともある。また、1984年のライブでは、レア・アースやナイト・シティのギタリストだったポール・ウォーレンが、ボブ・ボーグルの代理で一時的にベースを弾いている。レコーディングでは、無名のスタジオミュージシャンが多数加わり、例えば、テルスターではキーボードが主要メロディを取り、 ダイヤモンドヘッド、十番街の殺人では、アルトサックスにエフェクトペダルや、レズリースピーカーを介して、後のシンセサイザーを連想させる音色に似たサウンドを、加えたり、曲によっては、女性コーラスを導入したり、ブラスセクションやオーケストラを起用するなど、これらを、サウンド面の主要アクセントにした。さらにはギターより、キーボード、当時、ファルフィッサ製電子オルガンなどが扱われていたを、 リードパートに多用した曲が多く、その後正式にキーボーディストをメンバーとして加え5人編成となった時期もある。5人体制時期は1968年から1972年、前半及び1974年から1976年である。ステージ上ではリードギターとベースが途中で交代する場面もある。最初期の演奏ではボブ・ボール家でなくドン・ウィルソンが リードギターを担当するなど、現在と比べて演奏面やサウンド面も大きく異なっている。最初のヒットシングルとなった、急がば回れ、ウォークドンとランは、ジェット・アトキンスが自身で編み出したギャロッピング奏法をベース、メロディ、コードバッキングに分解し、それにドラムパートを加えロックンロールのリズムに乗せるといった初期のベンチャーズの基本的な演奏スタイルとなっている。 アンプのリバーブをフルにし、低音源をスライドさせて、トレモロピッキングを行う、トレモログリスダウン奏法、日本では、一般的に、テケテケと呼ばれる。しかし、イソは、キング・オブ・サーフ・ギターと歌われるディック・デールであり、ベンチャーズが編み出したわけではないとともに、ダイヤモンド・ヘッド、パイプライン。これを題材にしたのが映画化もされた、足原・砂ナ原作の、青春でんでけでけでけ、十番街の殺人。 急がば回れ64、ウォークドントラン64、キャラバンなど、数々の名演を生み出した。ベンチャーズは、最初にサーフミュージックを演奏したバンドと言われている。二代目のリードギタリスト、初期はベーシストであるノーキー・エドワーズは二回目の来日公演で、電気ギターの王様と紹介され、天才的で卓越したテクニックは、多くの日本人タリストたちに影響を与えた。彼は、 カントリーピッキング、親指にピックを固定し、人差し指や中指を同時に利用する、多指奏法を基本としたテクニックで、トレモロアームをアクセントとして使用し、モズライトギターの高出力ピックアップを活かしたラウドで、金属的なサウンドを作り出していた。特に1965年7月来日時の、録音を収めた赤版ライブの収録の、クルーエルシー、ペネトレーション、ドライビングギター。 キャラバンはその特徴が顕著である。その後、彼は1980年代にベンチャーズを脱退、二度目の脱退し、ソロ活動が中心となっているが、公式ホームページでは脱退扱いにはなっておらず、実際本国では何度かノーキーがベンチャーズに参加して活動している。近年はオリジナルモデルのギターを用い、よりカントリースタイルを意識した演奏となっており、 音色もソフトなものとっている。1968年に、ノーキーが一度目の脱退をし、三代目、リードギタリストとして加入したのが、ジェリー・マギーである。ジェリーは、エミル・ハリス、エルビス・プレスリー、デラニー・イー&、ボニー、モンキーズなど、多数のレコーディングやセッションなどで経験を積んできた、スタジオミュージシャンである。ジェリーのサムピックを使用した奏法。 ノーキーも1972年に復帰した時からレコーディングやステージでサムピックを使用するようになったや彼の出身地ルイジアナをルーツとした南部色のイソールフルなサウンドが特徴的である。朝日の当たる家はベンチャーズが1960年代からもともとレパートリーとしているが1980年代にジェリーが再加入した後のステージでは彼独特アドリブによるブルージーなサウンドが 新たな聞かせどころとなっている。近年は中音域をブーストさせる回路付きのフェンダーストラトキャスターを用いており、曲によってブーストのかかり具合を微調整して音色にバリエーションを持たせる工夫をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。